香港チャンネル。はい、本郷でございます。久しぶりの中村先生でございます。違うって。いや久しぶりやね。63番目って言うんで。ああ、63番ほなもうペンでやりますわ。はい、こんにちは、本郷でございます。そして63番目です、中村一郎です。何やろね。笑い分かってるやん。香港さんに鍛えられました。いえいえ先生最高ですね。いやっていうか、はい、あの最高なことはないわね。もうほんまにどないなりますの。あのね、最後やっぱりプーチンクーデターですよ。クーデター。もうロシア国内もちょっとプーチンにも飽き飽きしてるでしょ。そう、もうプーチン疲れ、ね、でね、あのレバタセンターってロシアでよく言う世論調査会社があるんですけども、はい、もうそこが発表している数字、もう5年前からですよ、はい、プーチンに疲れたという統計が出てるんですよ。どういう統計かというと、プーチンはこれからまた大統領、2024年に、まあ選挙を迎えるけれども、はい、プーチンさんに投票しますかっていう人が年々少なくなってきてて、今は半分しかいないんですよ。それ半分もでもまだいてます、うん、でもね、プーチンは支持してるけれども、だけどもうんざりしたって人がもう半分近くにいるってこと、まあ、国民の中でいてるんですけど、側近でどれぐらいなんですか。側近ではね、誰も支持してないと思う。本来でも誰かが席を切ったら、うん、バーッていく。そこだけ。それはあのほんまに裏切んなよお前、行くぞ俺はっていうなんか同志みたいなのいてるんですか。いないと思う。あのプーチンを支えようという同志はもういない。だからその、うん、あの席を切って、俺もうほんまにもうプーチンを下ろすという人間は、うん、ここで考えてるかも分からへんけども、あの人には言わないんでしょ、うん、ひょっとしたら裏切られるかも分からへん。そうそう、だからそこが怖いから、うん、この水面下でこうちゃんと情報共有してやっていくにもまだ時間かかる。いや、僕かなりね、もう見てるとね、プーチンの周りの中で、もうプーチンじゃやっていけないことがみんな分かってて、じゃあ誰がプーチン降ろしをやるか、または誰がクーデターで、まあ、プーチンを暗殺するかっていう話になってる。じゃあそういうのをちゃんと内々で、話し合ってたらいいんですけど、まだそれも裏切られるかも分からんからっていう。そうそう、あるわけ。じゃああのもうこう人を疑ってるでしょ、みんな。そう。で、もちろんプーチンもみんな疑ってるわけよ、みんなをね。側近で亡くなっていってる方っておられるんですか、何人か。そうそう、今まで、まあ、オリガルヒといって、プーチンの周りでお金も消した人が、はい、まあ、裏切ったっていうことでいっぱい殺されてますけども、はい、その中でも、プーチンの本当に側近中の側近、うんうん、いわゆる核カバンをずっと持ってる。番組でおっしゃってましたね。ジミンっていうね、男性。はい、この人ね、香港さん、すっごい人なんですよ。なぜかっていうと、前のソ連邦が崩壊したの1991年、はい、その後イギリス大統領が出てきて、その後半の部分、1998年ぐらいから、ずっと大統領の護衛をしてた人なんですよ。ああ。で、プーチン大統領になってからもずっと警備隊で、そしてその中でも彼は一番重要な任務、核のカバンを絶えず持って、でそしてプーチン大統領の行くところにカバンを持ってる姿がいろんなところで映し出されてるわけ。その人が今回、彼が自宅で台所でいるところを何者かによって銃で頭撃ち抜かれて、で、 でも今はあの病院で生死をさまよっている、亡くなって、でも撃たれたらもうやばいでしょ。やばいでしょ。だからその護衛っていうところって、だからその人がひょっとしたら、これはもうプーチンの考え方でロシアの経済は回っていけへんって思って策略してて、それを気づかれた。香港さん鋭い。それでね、香港さんね、はい、実はね、彼の奥さんって今どこにいるかっていうと、ウクライナのドンバス町で医療従事者として働いてるんだって。だから今ウクライナのドンバスでロシア兵たちがどんな、ね、今現状にあるのか、でどんな現場かっていうと、今もねロシア兵たちは司令官の言うこと聞かないんだって。はあ。
命令を、はい、そして部隊があって将校がいるでしょ、はい、兵士はもう将校の言うことを聞きたくないからって銃を武器を将校に向けてんだって。そして将校もお前たち俺たちの言うことを聞かないんだって武器を自分の自国の兵士たちに向けてお互いに睨み合ってる状況。内戦ですやん。そう内戦をドンバスでやってる、ええ、ほんならそれをその奥さんがその旦那さんの耳に入れて、うん、で旦那さんがこれはあかんなって言って不穏な動きをしたっていうことになるんちゃいます。そうそうそういうことそういうこと。ほんで、うん、じゃなかったら護衛でねそういうこと。いやこれは、まあ、推測ですけども、うん、でもそれ見抜かれたんでしょプーチンに。そうプーチンとその本当に周りの人にあいつちょっとおかしいぞと。しかも核カバンを持ってる人ですよね、ええ、だから核カバンを持っててこれを使ってプーチンをバッと狙うとかね。あでもそこまでっていうことってほんまに僕ら外からやからわからないんですけども、うん、その本当に比例してるのはロシア国民であって、うん、まあウクライナ国民もね、うん、まあ、ただあのゼレンスキー疲れっていう言葉ってダメでしょ。あれダメです。あれ絶対ロシアが流してるだけですよ。ねえ、その西側があって、その、うん、そのでもアメリカのスタンスももう一つ分かりませんよね。うん、しっかり、応援するなら応援、支援するならっていうね。うんうんうん、でもそこにね、日本の姿がないのがね。うん、日本隣国ですよ。うん、あ、そう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 。そう。一番の隣国ですよ。そうでしょ。うん、だから、ほんでそれも侵略されてるじゃないですか。そう。そこがね、全く置き忘れられてんのちゃうか、うん、あっち側でやってることやと思ってる。そう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 。軍艦、うん、めっちゃ通りましたよ。すごい。ぐるぐる回ってる。ぐる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 。半周しましたよね。そうそう。だから、あれっていうのは、いや、日本お前分かってるやろうな、うん、いう脅しでしょ。そう。分かってる、もっと分かれってことでしょ。そうでしょ。うん、そんで、それに日本海側は中国でしょ。そう。ほんだらもう、どっかでもう、中路は繋がってますやんか、うん。そう。そして北朝鮮につながってる。そうでしょ、うん、だから全部つながってきてるじゃないですか、うん、それでね香港さんにね今日どうしても僕ね、はい、訴えたいことがあって。何ですか。あのねウクライナから難民が出てるでしょ、はい、あれね女性とか子供たち中心に出てるわけだね。まだねウクライナ陸続きだから出ることできるんですよ、はい、日本に第三国がこう攻めてきた時に、はい、もちろん自衛隊の人頑張ってくれるんだけども。そこですやん。でも自衛隊の給料が、うん、いやそうそう、給料がびっくりした、うんね、そしてね子供とかお年寄りとか女性たちって本当に自衛隊守れるのか今の状態でね。だって島国だから彼らは逃げられないわけよ、はい、だから島国だから出れないわけよ。だからしっかり日本は国防で本当に日本を守っていかないといけない。ウクライナのように負けにいかないわけよね。だからその中で自衛隊の扱いっていうのがね、お腹空いてたら守れない。単純に守るだけじゃなくて子供とかね女性とかをね守ることをしないといけないわけよね。だからね自衛隊がね赤飯を食べてたらめでたいんちゃうねんって言われて、うん、で赤飯がなくなったらしい。で赤飯っていうのはなんで食べてるかってあれもち米じゃないですか。あそうそう。で腹持ちがええからいいわけいいわけ。そういうことも考えんとね、うん、お花畑の人はねそうやって言うていくじゃないですか、うん、ほんで人が人殺しやとか自衛隊人は殺しておりませんね。だから先生が言うたように島国やからこれねあるね方が速やかに一般人を逃がさなあかんって日本どこに逃がすどこにどこへ行くの。いやそこが聞いたらだから国防をしっかりして、うん、しないと日本攻めたら痛い目合うぞって思わさな。そうそういうふうな装備があったら、うん、ねこんなもん何もないじゃないですか。そうまあもっといろんなところ鍵もかからずに。そうですよ。開けっぱなしで。手っ取り早いのはやっぱり防衛力じゃないですか。そう。そこなん。ね。うん、ほんで国民民主のね、代表が、玉木さんが言って、源泉の話とかしたじゃないですか。うん、もう、リアルにそういうふうなことを考えなあかんのに、この国のリーダーは。うん、それ言わないじゃないですか。うん、だからせっかく今回参議院選挙があってね、やっぱり一番の争点というのは、国をどうやって守っていくのかっていう。そこが一番大きい安全保障の問題でね。そうじゃないとこれはかなりやばいですよね。そう
本当にもう、うん、お前こう抜本的にね解決してもらわなもうちょっと自衛隊話次回でいいですか。そうかそうか、ここで、OK、 はい、ありがとうございました。皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。そしていいねを押していただければまた私も励みになりますのでよろしくお願いします。香港からのお知らせでした。